平成29年11月23日、阿蘇市でオリンピックに出場した元バドミントン選手を迎えて、小中高校生を対象にしたバドミントン教室が開かれました。バドミントン教室には、阿蘇市内の小中高校生70人が参加。まず、阿蘇市教育委員会の市原教育部長が挨拶しました。そして、バドミントン教室の講師で、独立行政法人日本スポーツ振興センタースポーツジャパンアンバサダーの元バドミントン選手の池田慎太郎講師が、楽しくバドミントンをしましょうと挨拶、教室が始まりました。まず準備体操をして体をほぐし、ラケットの持ち方やシャトルの打ち方など基本練習を行いました。このバドミントン教室は、子どもたちへバドミントンに親しみ、楽しさを感じてもらおうと、阿蘇市教育委員会などが熊本地震復興支援として開催したものです。講師の池田慎太郎さんは、2007年の世界選手権では男子ダブルスに出場して、日本男子ダブルス初の銅メダルを獲得したほか、北京とロンドンオリンピックにも日本代表として出場しています。最後に、池田講師ペアと参加者代表の試合を行った後、池田講師を囲み、全員で記念撮影をして、バドミントン教室が終わりました。